道道城は、美濃国中の、現在の岐阜県鴨茂郡富香町有田にあった、日本の城。別名、道道山城、道道草城城。能美平野の北で、梶田城から目と鼻の先にある、創畜者、追記念は不明。八谷頼高が、織田信長に内心してから、天文、永六の頃には、岸信金が城主であった。 信長の中農攻略阻止のために築かれた城で、梶田城の佐藤忠康、赤城の長い道都市、堂々城の騎士信金の中農三城で名役を結んだが、佐藤忠康が信長に内通したため、1565年の堂々城を中心とした堂々合戦の後に落城、そのまま廃城となった。本能寺の変後、混乱に生じて、斉藤と死業と、 森長吉による火事殿、金山合戦の際、道道上跡は森長吉の火事殿工場戦の本人として使用された。一の車、二の車、三の車、北の車、大手車、出丸車、池車、長尾丸があった。また、平段宮の城周りには池が多くあった。道道創城場の名の通り、土を掘り、盛り上げた地形を生かした城である。 本丸には、天守構えがあったと軍記物、信長後期に記述がある。天守に類似した建物の存在を推測する必要があるとも指摘されている。道道城は北の火事殿城に開けており、火事田城を見張り、攻撃の付け城として臨時に築城された城であると、される。道道城は、八家の領主願家湯の建てこもった砦であります。天下平定を目指して、 終わりから美濃に攻め入った織田信長は、A68 年8月にこの砦を攻撃して、落城させました。はじめ信長は、影湯の武勇を惜しんで投降を勧告しましたが、主君である斎藤氏との儀を重んじた。影湯はこれを固く拒んだため、戦いとなり、信長は8月26日高畑山に本陣を構え、先に、信長に通じていた、家事伝上主 佐藤木神と共に、幽殿、八夜の両面より、堂々城の攻撃を開始しました。影湯の城兵と共に、信長軍を迎え撃ち、辰の時午前八時から、猿の時午後四時までの八時間にわたって、交戦しましたが、長男信夫は討ち死にし、敵兵がうちに乱入するに及び、城に火を放って、妻と共に自害して果てました。ここにあります岩は、 八丈岩といい加減や城兵たちが、この岩の上で、月見の縁を催したと伝えられています。現地説明版、道道城由来、ありがとうございます。